はい、ビッグレンズのソシャックメンです。フルボイス化されたストーリーのね、続きをやっていきたいと思います。第7章の楽園行き覚醒前夜だね。今回からマップがこういうセパレート式のマップになってて、1章からやっていこうか。第7章1話、消えた3人。そしてみんなどこにいるのかな、早く見つけ出して助けないと。私がチームのリーダーになる。八千代さんが急に冷たくなって、八千代さんがチームを解散する。急に冷たくなったってか。八千代さんの苦しみを知ったあの日、そう私はそう誓った。だけどお願い、トウカちゃん、みんなを連れて行かないで。いや邪悪な笑いだね。そう連れてかれちゃうんだよね。今行きます。もうやばいでしょ。鶴乃ちゃんもエリシアちゃんもサナちゃんもみんな洗脳されてマギウスの翼に連れて行かれてしまった。みんなを見つけて洗脳を解かないと。そう、そしてまた三日月荘でチームを再結成するんだから。ごめんね、お姉ちゃん。大切な人のために頑張らないといけないから、もう少しだけ待っててね。ウイの正体もまだね、この時点では分からんからな。私は玉木いろはの記憶とは違ってるみたいだけど、おかしいのは玉木いろはの方じゃないの？お、第7章楽園行き覚醒前夜。この出てくるときめっちゃかっけえな、ふわーって。さ、キッチンは片付いたけど、いろはの方はどんな調子？もうほとんど終わりました。すごいわね、こんなに床がピカピカになるなんて。はい、頑張っちゃいました。みんなが帰ってきたときに気持ちよく受け入れたいから。めっちゃお掃除したんだね。そう、掃除は願掛けみたいなものだからね。はい、願掛け。みんなが帰ってきたら八千代さんに渡そう。ああ、これね。みんなで買ったあのコースターを今度は再結成した時のチームの証として。これは商品化してもなんか何のグッズかわかんないか。悩みの種が多すぎるわね。みんなの洗脳のこともだけど、いろはの記憶のこともあるし、かなめさんたちの方も、ともえさんがあの様子だったから。はい、マミさんね。見た木原の様子はどうなのかしらね。まどかちゃんにメッセージを送ったんですけど、全然返事が来ないです。どうしたのかな。そう、向こうも何か面倒なことが起きてるのかもしれないわね。本当大変です。つるのちゃんたちどこにいるんだろう。私たちはここでじっとしてるために協力するのを決めたんじゃないよ。そうだぞ、魔女のいない世界になるって信じたから来たんだぞ。私は願いからも解放されることに望みをかけて、だから与えてください。なんかやることくれよ。私たちを縛りつける運命から解放されるための使命を。鶴のだけガチなんだよねこれ。確かですよ。みんな記憶ミュージアムでの洗脳は維持されています。本当かにゃ。でも様子を見る限りだと美冬が言う通りだよね。出た。それだけ解放がアトラクティブだったってことだと思う。アトラクティブ。昨日まで敵だったとは思えない手のひらの返し方。人間なんてこんなものって思えてゾクゾクしちゃうよね。もう美冬の記憶にも影響されちゃってるし、普通よりも深く洗脳されてるのかもしれないね。あ、もしかして記憶ミュージアムって思考停止時を狙ってたのかも。アルファ波やシータ波で脳の働きが鈍くなれば深く洗脳
行できるかもしれないもんね。ですが、噂が消えた以上、どれだけ高度な洗脳であっても、それが解けないという保証はどこにもありません。それなら栄転神経を刺激してもっと解放にすがらせようよ。それはどういうことですか？洗脳されてる今のうちに何かを達成させてあげようって。そうすれば栄転神経がドーパミンを出してくれるし、めっちゃ脳みそのこと詳しい。苦しいほど達成した時の快感は倍増するよ。エンドルフィンもダバダバで、より洗脳は強力になるかも。マジ怖えな。この部屋から出す危険性、それは考えないんですか？うん、実験も失敗を繰り返して成果が出るからね。利用しない手はないでしょう。そうですか。うんうん、だからとりあえず選ぶなら、品定めしてるってことね。はい、最強さん。目の色違うもんね。アリナ的にも賛成。ちょっと待ってください。どうか鶴野さんに何をするつもりですか？決まってるでしょ、イブの負荷が近いんだよ。これ以上は足踏みできないの。あとちょっとなのに玉木いろはたちは噂を消すし、やめろって言っても全然やめてくれないでしょ。それならもうゆっくりしてる必要なんてないよね。パッと終わらせたいの。でもほら、一緒に行こう最強さん。うん、私にできるなら何でもやるよ。待って、どうかアリナ教えてください。鶴野さんをどうするんですか？別に単純なんですけど、この最強にはたくさん殺してもらおうと思うわけ。一体何を？噂もたくさん消されちゃったからね。絶好ルール、口寄せ神社、ミザリーウォーター、七七さん、記憶ミュージアム、そして今まで私が消してきた噂。噂を並べてみたら何かわかるかと思ったんですけど。そうね、鶴野たちがいそうなところ、もしくはマギウスの翼の拠点。ここから見えるのは、見えるのは、出た出た出た。嘘、みんながさ、そう見えるのはって聞いてるところに、チラッと見たらこの白い毛玉のね、猛球がいて、ここで猛球が何を言うかというと、マキューマキュー、何もあるわけがない。何もなさそうですね。あってたぞこれ。あ、ね、ってたな。クソ、何の規則性もない。しくったな。そもそも私たちが倒した噂も総数を考えればほんの一部だと思うわ。失敗したね。逆だったね。居場所を調べるにも他に手がかりはないし、みんなにそんな、みんなが同意しちゃったらちょっとあれだな。洗脳が解けてみんな帰ってこないかな。場合によってはその方が最悪のシナリオになるかも。そうですか。敵の中心で洗脳が解けたら何をされるかわからないわ。噂を利用して洗脳するぐらいですもんね。もう少し考えましょう。一応明日は鶴野の家に寄ってみるって用事もあるし。そうですね。それじゃ先にお風呂入っちゃうわね。はい。あ、八千代さん。ん？ちょっと神浜噂ファイル見ててもいいですか？ええ、いいわよ、好きなだけ見てちょうだい。ありがとうございます。八千代さんが神浜の噂をまとめた神浜噂ファイル。噂の内容も場所も手書きで綺麗にまとめてある。これは今まで倒した噂、これはまとめた後も調べてない噂、ちゃんとこれザ・イマジネーターって書いてるね。名前と場所だけがわかる噂、ちゃんと見たことなかったけど、こんなにあったなんて。何か
マギウスの翼に会えそうな噂ってないかな。あれ、この辺りの噂なんだろう、知ってる気がする。イロハ、イロハ。寝てたってこと？八千代さん、もうファイル開いたまま寝ちゃってたわよ。ごめんなさい。きっと疲れてるのね。イロハもお風呂に入って、今日はゆっくり寝ましょう。そういえばこの寝巻きって、動けなくなるより明日に備えた方がいいわ。寝巻き装備できないよね、はい、本画面で。そうですね。何か見たような気がする。あれ、これで終わりか、1話は。ちょっとじゃあこの辺で、まあ、若干これ動画として短くなっちゃうか、でも。短くなっちゃうんだけど、一回ちょっとこの辺にして、場合によってはちょっとまとめてね、2話、3話とやっていく感じにしたいと思います。じゃあ、またな。